どうも皆さんこんにちは、こんばんはゆうころです。今日は灼熱チャレンジレベル1からレベル4を共通編成で破壊していこうと思います。で、レベル1、レベル2、レベル4が共通編成で、レベル3に関しては申し訳ないんですけども、ちょっと編成が変わります。そしてさらに言えば、今回の編成レベル3は、33% で闇入れ者が出現するんですけど、闇入れ者のみ捨ての編成になっております。まあ捨てっつっても、あの動画視聴コンテすればいいだけなんで、あの魔法石15個もらえるのに動画視聴コンテをケチる理由がないので、その分編成難易度落としてるんでね、まあほぼほぼ全体用の編成になっております。はい。で、特にですね、レベル1、レベル2、レベル4に至っては共通編成でクリアできるのでめっちゃ簡単で、レベル3もそんなに編成ガラッとは変わりません。ほぼ同じ編成です。めっちゃ簡単なんで、今日はレベル1からレベル4までの共通編成紹介していこうと思います。編成こんな感じになります。でんでん、こちらの2パターンですね。まずレベル1の編成から紹介していきましょうか。こんな感じです。リーダー平和島、十強リダチェン遅延2つに、こちら話しますが、理想はまあネクサスですね。光属性付与できて、スキブとお邪魔耐性まであって、泥鏡もあって、七鏡も持ってて、指延長持ってるっていう、まあ理想武器ですね。はい。で、ゴブタです、スキルブーストプラスアシスト無効回復遅延2つに、こちらオーブ武器継承です。これももちろん代用ありますが、もちろん理想はオーブです。超暗闇消せるし、スキブチーム HP3 つに光属性付与できるんで最高ですね。はい。でセレスです、遅延4つに、こちらメビウス武器継承でスキブチーム HP3 つに創作化持ってあげてます。これも代用はあります。はい。でアンジェリーナです、無効感プラスお邪魔目覚め耐性遅延2つに、こちら、善逸武器継承ですね。はい。でまあちなみにお邪魔目覚め耐性はもう絶対必須ですね、今回の編成は。で、アンジェリーナ無効感プラスルレ回復潜在遅延2つに、水ネイ武器継承ですね。はい。まあ、ここのネイは何色でも問題ありませんが、まあ、一応水闇ドロキを持ってますので、まあ、ネイがおすすめ。リーダーのネクサスとすごい相性がいいですね。光火と水闇埋めてくれます。ラストアンジェリーナ遅延4つに無効感プラスつけてあげて、アシスト全逸武器って感じです。これがレベル1、2、4の編成ですね。で次にレベル3の編成も紹介していくと、まあ、そこまで変わりませんが、潜在が変わっております。まずゴブタがこちらお邪魔目覚め耐性になってますね。お邪魔目覚め耐性になって、まあ、ちょっと変わってるって感じ。武器とかも何も変わってません。本当に潜在だけ変わってます。で、セレスは一緒で、アンジェリーナが1体ね、同キャラ禁止なんでクビになってて、ビアードンが採用されてます。ビアードンはまあ無効感化スキブどっちでも OK で、上限解放遅延2つに稲吹継承ですね。はい。稲吹でまあ、スキブ2個とヘイス要因で使ってあげてます。リーダー代用する場合に関しては、まあ、ここお邪魔耐性武器の方が楽なんで稲つけてあげてます。で、アンジェリーナ駆動シーレツが無効感遅延4つになっていて、全逸武器継承です。でフレンドは変わらずって感じですね。まあ、なんで、まあ、本当に変わってる点としては、ゴブタと、あとはビアードンとアンジェリーナのサブですね、が遅延4に変わってるぐらいの感じです。まあ、そんなに編成は変わりませんが、これでレベル1、2、3、4、楽々勝てますので、今日は実際に全レベル立ち回り紹介やっていこうと思います。最後に代用解説もあるので、ぜひチェックしてください。じゃあやっていきましょう。さあ、ということで、レベル1とレベル2から話していこうと思うんですが、レベル1は普通の神秘、レベル2は4次元なんですね。でも、はっきり言って、神秘と4次元は、まあ、超高度があろうと、この編成なら簡単すぎるので、立ち回りのみ紹介しておきます。レシート今多分右側に出てると思いますので、こちら参考にして、もうもはや参考にしたくても勝てるので、各自やってください。正直ですね、まあ、簡単なんで、レベル1、レベル2はもう動画するまでもないので、省略いたします。ということで、まあ、難しいのがね、レベル3からなんですよ。特にレベル3は、この編成使う上で、レシート持っておかないと、結構めんどくさいので、今日はまあ、難所のレベル3から立ち回り紹介していければなと思います。やっていきましょう。OK、そしたらレベル3もやっていきましょう。レベル3は、この9階層の光消せないからの、まあ、10階層の、覚醒無効ぐらいかな。ちょっとそこだけ対策ちゃんとしたいなっていう感じです。まあ、あとは本当敵に合わせて立ち回っていくだけなんで、そこまで難しい要素もないかなと思います。まあ、ただこの辺で超暗闇だけは対策してないので、まああれかな、一応ゴブタが持ってるけど、まあほぼゴブタのやつ使えないので、まあ、ビアードン使ったターン以外は、まあ、超暗闇は基本的にもう気合って感じになるかな。だからまあ最低限のコンボ組んであげて対策した方がいい。ここのパズル教室とか特にね、まあ11コンボ組んであげて、まず一発殴り OK。そしたらパズル教室入るんですけども、うん、8コンボか、うんうんうん、まあめちゃくちゃ優しいですね。
ちょっと死にかけるっていう。はい、8コンボ組んであげて、これで OK ですね。そしたらヘイストもらえて、このまま倒していきます。こいつこれで終わりじゃないんでね、ちゃんとこの後倒しきる必要があるんで、まあアンジェリーナ使えますか。まあセレス使ってあげて倒していきます。いきます。こんな感じで光の無効貫通組みながらワンパンしていきましょう。14コンボです。これで自動回復も利用してあげて倒していきます。突破。 HP は39万ぐらいあるので耐久値は相当高めですね。はい。で続きまして、クリショナです。ここはしっかりとビアードン使います。いや、アンジェリーナ使います。で平和島使ってあげて、これで倒していきましょう。指現象は注意が必要ですね。まあそれぐらいかな。はい、これで無効貫通組んであげてワンパンで倒していきます。さあこのまま突破していきましょう。 OK、 倒していきます。でまあ続きましてアモンですね。はい、まあ、アモンに関してはまあとりあえずリダフレ溜まっちゃうんですけど、今回の場合は使い毒なんで使っちゃいましょう。はい、もうこれで使いまくってあげて全員まで使ってあげて、これで殴ります。はい、でまあ無効貫通組みながら一発殴り、これでワンパンしていきます。突破です。アシスト無効食らう必要もないですね。でまあ13階層です。ちなみに次消すナイが来るのが、まあ、核戦後来るのが14階層で火の駅なのですね。それ以外はもう大丈夫なんで、しっかり殴っていきましょう。ビアードン使います。はい、光無効貫通組んであげて削っていきましょう。まあ、ビアードン使うターンに平和島残ってれば、平和島歌えるとしっかりワンパンできて楽でいいですね。ビアードンターンがビアードン単体だとなかなか倒しきるのは厳しい。で本来この見かけってめっちゃ大変なキャラなんですけども、今回特殊ルールの影響で特に影響はないです。はい、回復激減とかしてくるんですけど、今回の場合はもう関係ないんで、これでね倒していきましょう。平和島合わされてれば、平和島が同時に使えてればここもワンパンできますし、平和島使えてない場合に関しては2パンって感じです。さあ14階層です。ここ覚醒無効階層なんでセレス使っちゃいましょう。はい、セレス使ってあげて覚醒無効回復。そしたらアンジェリーナ使います。でこれ以降は消せない覚醒無効を気にする必要はありません。一応闇入り者が半分時あの覚醒無効してきますが、闇入り者は動画視聴コンテするので、もうなんでこれ以降は平和島ドコブタはもう完全にループで使って大丈夫です。はい、もう一切気にせずループで使ってください。でここアンジェリーナワンパンです。倒していきましょう。さあ続きましてボスバトルです。ここもまあビアードンからの平和島使ってもいいと思うんで、これで殴っていきましょう。オッケー、これでしっかり削っていきます。ワンパンできなくても削れたらいいので、よいしょ。これで光無効貫通組んで平和島の火力出していきましょう。平和島はめっちゃ簡単に乾燥とかはしない、いやしてるわ、乾燥だわ、強すぎ。これで一発殴ってあげてアンジェリアで2パンしていきましょう。だからねめっちゃねレベル3もね快適ではあるんですよね。よいしょ、アンジェリア使ってあげてこれで殴っていきます。まあ、ちなみに闇入者は絶対にもう動画視聴コンテで対応した方がいいです。闇入者を対応しようとするとアシストボーナスじゃまあほぼ無理かな、まあ、なんでまあとにかく HP 盛りまくる必要があるんで、アシストボーナスかでもしくは軽減を積む必要があったりするんで、もう対策がめっちゃ大変なんですよ。こいつ一体のためにめっちゃ対策大変なんで、変性難易度めっちゃ上がるん でしかも同調もだるくなるっていう、もうデメリットしかないんで、まあ、こいつ引いたらもう動画視聴コンテ使ってあげてください。1回勝つだけで魔法石15個もらえるんで、動画視聴コンテ1回ぐらい使うのはもう余裕でリスク見合ってると思います。はい、
なのでこいつ引いた場合だけ、まあ、一旦こんな感じで半分まで削っていってあげて動画視聴コンテしてください。で逆に残りの 66% で、光ユリシャはアシスト無効回復してから倒すだけ、あと誰、木のユリシャに関してはコンボ吸収無効を注意しながら殴るだけです。もうどちらともめちゃ快適ですので何ら問題はないかなと思います。はい、なので、まあ、闇ユリシャ引いた場合だけはもう我慢して動画視聴コンテ でそれ以外の場合に関しては普通に問題なく突破できるという感じになっております。はい、こいつの半分時行動は犯罪で、あの覚醒無効してから発狂ダメージ与えてくるんですよね。こいつ本当多次元の時から本当に害悪キャラだったんだけど、それが攻撃力アップして帰ってきてるので、まあさすがに、はい、こんぐらい21万ぐらいですね。いや、まあ足もアシストボーナスめっちゃ漏れ、あ、やべ、普通のコンテしちゃった、まあまあいいか。アシストボーナスめちゃくちゃ漏れば、まあ、いや、ないっすね、ワンチャンないっすね。なんでまあ普通にここはコンテしてください。アンジェシリス使ってあげて、シリス使ってあげて一発殴ります。光無効貫通組んであげて一発削り、これでまあちょっと削ってあげて、はい、そしたらラストビアードンからの平和島使って終わらせていきましょう、まあ、という感じの編成でした。いかがでしょうか。闇入り者のみ動画視聴コンテになりますが、それ以外超快適にクリアできます。はい、もうマジでおすすめ、これで勝てるんだったら余裕なんで、ぜひともねアンジェリオンでレベル3やってみてください。さあ次レベル4やっていきましょう、突破。さあ1階層からやっていきましょう。まずはゴブタ使ってあげてセレス使います。はい、そしたらアンジェリーナフレンド側変身して平和島変身します。で盤面で、盤面というかまあこの三色陣利用して殴っていきましょう。アンジェリーナ1枚だけ変身してあげて殴っていきます。はい、13コンボです。さあこれでワンパンで倒していきましょう。でまあ続きまして2階層です。2階層もアンジェリーナ変身して殴っていきます。こいつ半分時まあまあ強いんですけども、アンジェリーナがあるので問題ありません。アンジェリーナのダメージ無効ですね、ダメージ無効を持ってますのでこれで半分まで削っていきます。で火力は普通に足りますのでこれで半分まで削ってあげてしっかり発狂を受けていきます。余裕で受けれますね、全然痛くないです。はい、でからのアンジェリーナ使ってあげて倒していきましょう。まああとレベル4に関しての序盤はマジでこんな感じですね。これで無効換しながら削っていく形になります。はい、そしたらこれで12コンボ組んでワンパンです。で続きまして3階層、ここでセレスが溜まりますのでセレスはもう即打ちして大丈夫です。はい、ゴブタは一応4階層まで残しといてください。さすがに4階層で消せない来るので4階層まで温存します。はい、ということで3階層アンジシリウスからのセレス使いましょう。こいつまあ軽減ループないと結構痛いですけど、まあ受けれるんで大丈夫です。どっちみち次の階層からは軽減ループ入るので安定感戻りますので、これでまずは一発殴りです。はい、この編成とにかく HP 盛りまくってあげてるんでね、しっかり受けてあげてアンジシリウス使って倒していきましょう。ここマジで痛いんでね、けどまあこれでしっかりと倒していきます。さすがにアンジェリーナってそんなめちゃくちゃ HP に余裕あるわけではないんですけども、これで倒してあげて次の階層から軽減ループ発動していきましょう。さあ4階層です。4階層はアンジェリーナからのゴブタ使いましょう。で平和島も使ってあげてダメージ吸収対策していきます。これでダメージ無効貫通含みながらワンパンしていきます。このまま突破していきましょう。14コンボで倒していきます。ワンパンです。そしたら4階層かな、違う、5階層か。ここもアンジェリーナ使ってあげて、まあ、殴っていきましょう。まあ、吸収無効はどうしようもできないんで1ターン待ちます。はい、まあ、一発適当に殴ってあげて
OK、左右倒していきましょう。まあ、フレームチャージは別に無視していいんで、アンジェリーナ使って半分まで削っていきます。でこれで半分までここも削り、でからのもう一発アンジェリーナ使って倒していきましょう。アシスト無効に関してはしっかりと返せますので、ゴブタのヒエルで返していきましょう。そのためのゴブタです。ゴブタはねずっとね、あの光属性付与されてますので、アシスト無効時以外は副属性光でしっかり平和島のリーダースキル対象キャラになってくれてますし、アシスト無効食らったタイミングでは非属性に戻るので問題なく L 字が組めます。はい、そしたらレイランです。ここもアンジェリーナ使ってワンパンしていきましょう。まあどうしよう、ちょっとまあとりあえず序盤立ち回りこんな感じです。まあこっからは普通にあのただ0次元やるだけなんで、序盤立ち回りだけ紹介したかったんですよね。ちょっと一旦カットしながら、まあ後半までやっていこうかなと思います。じゃあボス回想ぐらいまでちょっとカット編集していきましょう。ということでカット。ちなみにね、こういうシルビーとかのうざいルーレットも回復塗りつくむことでしっかりワンパンでね、ルレ回復しながら倒していきます。でアテンはセレスからのアンジェリーナ使ってあげて、でこのリダフレの変質が溜まってくれるので、善逸からのリーダーの平和島使ってあげて、でこれでゴブタ使いましょう。アテンのおかげでこうなりますので、これでしっかりとワンパンしていきます。はい、ダメージ無効貫通含みながら自動回復で倒していきましょう。まあちなみにね、13階層で消せない覚醒無効来るので、13階層までにセレスかゴブタを調整しといてください。でもアテン引けるとめちゃくちゃ楽でいいね。間違え、使う順番マジで間違えたわ、ごめん。先平和島の上使ってからフレンドの上使ってね、ここで2ターン耐久しなくていいから。はい、耐久カット。なんか平和島使わずに倒せたが、光力こけししたら平和島使わずに倒せるらしいぞ、裏技。そしたらカンナもアンジーシリウスからの平和島使ってあげて、ダメージ無効貫通含みながら倒していきましょう。うん、これでワンパンしていきます。はい、平和島とアンジェリーナの火力でしっかり破壊していきます。13コンボ14コンボで突破していきましょう。ワンパンです。さあそしたら続きまして13階層ですね。はい、ここでセレスか平和島を使えるように調整しておきましょう。マッハの場合はもちろんいりません。で当然ながらここ以降は、セレスゴブタ完全ループで大丈夫ですので、あまり次第必ずマイターン使ってください。うん、よいしょ。いやマジセレスとゴブタは本当に偉いんでね、こいつら利用しながら突破していきましょう。13コンボで倒していきます。ワンパンです。ナイス、突破していきましょう。さあ続きましてボスバトルです。ボスバトルに関してですが、ここはアシスト無効回復していきましょう。ゴブタに今回十字武器つけてあげてますので、チョークラインも一応消せますので、あのうざい人は消しちゃった方がいいですね。とりあえずアンジーシリーズ使って L 字組んでいきます。アシスト無効回復していきましょう。 OK、 そしたらアシスト無効回復して十字組んでいきます。こんな感じで、あごめん、アシスト無効終わってないのに十字組んでもいいなよ。アシスト無効回復をまずしてあげて、こんな感じでね、アシスト無効回復してあげて、こっから十字組んでいきましょう。はい、十字組んであげて、でからのアンジーシリウス使いましょう。もう一回十字組みます。 OK、 そしたらアンジェリーナからの平和島使って倒していきます。まあ、2ターンかけてアシスト無効回復して、2ターンかけてあげて、チョークライミ解除してあげて、でからのゴブタセレス使って、平和島も使って、アンジェリーナも使って無効ガンで倒していきます。ここはもちろんワンパンできますので、はい、これで光無効貫通組んであげて、アンジェリーナと平和島の火力利用しながら、これでワンパンしていきましょう。突破です。当然ワンパンです。一撃で600億ちょっと出るので、余裕で倒しきれます。そしたらボスに関しても、
アンジェリーナ使って無効感で殴っていきましょう。はい、アンジェシール使います。でまあ序盤はでも耐久でいいですね。こいつ硬すぎるので序盤豆を見ながら耐久する感じでいいと思います。はい、豆は適当に消してれば三色陣なんで勝手に降ってきますね。初手はね硬すぎなんですよ。リダフレで8コンボ加算あるとはいえども、もう 95% だったとか 90% だったとか削ってる時間がもったいないんで適当に耐久します。オッケー、そしたらもうそれを倒していきましょう。アンジェリーナからのセレス使って突破していきます。 75% 盾は多分楽勝で倒しきれるので、アンジェリーナからのセレス使ってあげて無効感で倒していきましょう。そう、こいつとかがいるからね、0次元の方が時間かかるんですよね。今回レベル EX より0次元の方がね時間絶対かかるんでね、マジで。こいつ犯罪キャラです。はい、23コンボ組んであげて、さあこれで24コンボ組んでしっかりと2パンしていきましょう。突破オッケー。さあ続きましてボス3です。ボス3に関してはアンジェリーナ使って全力殴りしていくだけですね。はい、まあとりあえずアンジェリーナからの平和島はやりすぎか、アンジェリーナだけで殴りましょう。いきます。こいつ HP いくら、1000億だっけ2000億だっけ、なんかとにかく結構高めなので無効感で殴っていきます。多分1000億だった気がするけど、表だから。表っていくらだっけな、ちょっとごめん、ちゃんともう覚えてないんだよね、ゼロ次元はさすがに。でもこれでまず削っていきましょう。オッケーオッケー、もう十分ですね。まあ1000億ですね、さすがにこの削れ方は。いや2000億ですね、だから俺めちゃくちゃバカだね、だから2000億だね。前半で1000億だから2000億だね。よいしょ。まあとは言っても2000億とはもう今の HP だったら普通にね柔らかい方なんで、こんな感じでコツコツ削っていきます。2000億でもないなこれ、いくら、1500じゃない、あーそれだ、1500だ。ほぶな、ゴブタ使ってない、ほぶな、ゴブタ早く使おう。こういうのが一番負けるからね。で平和島使ってあげて殴っていきましょう。まあで普通にこういう勝てる編成で負ける時の範囲ってこういうのだからな。軽減ループ忘れちゃいましたとか、こういうのでしか負けないからね、この手の編成って。確実にプレイヤー側がミスしてることが多いからね。はい、これでしっかりとここも平和島使って殴りで 10% 発狂まで入れてあげて、行動をスキップしてあげてアンジェリーナ使って倒していきましょうという感じの編成でした。いかがでしょうか。もうめちゃくちゃ簡単ですね。これでレベル4もクリアで、レベル4ですねもうクリアできますので、ぜひよかったらね使ってみてください。まあということで今回はですね、アンジェリーナを使ったレベル1からレベル4の共通編成紹介する動画でした。もうアンジェリーナ使ってもめちゃくちゃ簡単にいけますので、よかったら頑張ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。さあということで最後に代用解説やっていこうと思います。はい、こっちですね、レベル1からレベル2レベル4と、あとは、こちらレベル3の含めて代用解説していきます。まずはリーダーネクサス武器からですね。キャラは代用ありません、武器代用ネクサス武器からです。ここは光属性フィオプラススキブ1ということで、フロディア、オーブ、ウルトラウルトラセブン、ローレンス、善逸、ヒカリン、アポロ、アダルマン、ハクロウ、アーク、花嫁トイレ、シュナ等ですね、など光属性付与プラススキブ1の武器で大丈夫です。で一応オーブとか、まあウルトラウルトラセブンとか、あとはヒカリンとか、そういうねアークとかかな、ヘイスト持ってる武器の方がリダフレヘイストの階層で使えるのでおすすめではありますが、まあ正面武器自体はかなり自由度高いです。お邪魔耐性持ってるんで、できればネクサスがいいなっていうだけですね。はい、で、ゴブタのアシストのオーブに関してですね、ここは光属性付与プラスヘイストなんで、ネクサス、ヒカリン、ウルバリン、アポロ、アーク等が使えます。ただ HP が大幅に減ってしまいますので、そこだけ注意していただいて、まあそれこそですね、善逸武器の場所で HP 持ってあげるとかも全然ありなんで、善逸首にして例えばフローディアとか積んであげるとかしてあげてね、 HP 盛るのもありかなと思います。はい、という感じではありますが、ここは全然光属性付与プラスヘイスト武器で代用できます。はい、でセレスですね。セレスのアシストのメビウスに関してですが、ここはもうマーベルマーベルとなっております。スキブプラスチーム HP2 個に創作化耐性あってヘイスト持ってる武器ということで、今回はメビウスもしくはマーベルマーベル使ってください。善逸に関してです。ここはまあ白狼武器とかですね、まあ、あとはジオウとか、あとはネクサス等が使える、すなわちネクサス武器代用ですね。上で話してるフルディアオブウルトラセブン、ローレンス、善逸みたいなキャラでも大丈夫です。はい、
一応軽く盛るために善逸にしてはいるんですが、正直善逸いらないです。別にこれ無効貫通なくても余裕で乾燥しますので、どちらかといえばスキブチーム HP と光属性付与が大事なだけなんで、スキブ光属性付与縦 HP 漏れる武器でお願いします。もうここ本当にあの無効貫とかなくても余裕で軽く出るんで、あの普通なんで善逸武器に出るんだってくらい軽く出るのもわかると思うんで、全然もう好きに対応してください。光属性付与できてスキブ漏れてチーム HP 漏れれば大丈夫です。ラスト、こちらネイ武器ですね。ネイ武器に関してはまあその他色のネイ武器とか、あとはまあ花嫁ゼラとかカナオ等が使えます。バインド回復とスキブにこもってる武器ですね。で一応こっちの編成のイナに関してもヘイスト武器なら何でも OK で、まあ、一応お邪魔耐性持ってるね台風とかだといいですけども、リーダーテンペル通り組めてる場合はもはやお邪魔耐性すらいらないので、もう完全自由という感じになってます。スキブは超絶過剰なんで、ぜひ代用してあげてくださいという感じの編成でした。ということで今回はね、平和島とアンジェリーナを使った、灼熱チャレンジの攻略編成でした。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。